皆さんごきげんよう。おかみの部屋へようこそ。本日も本日もたわやめいつのお話をですね、根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。というわけで早速本日のゲストにお越しいただきましょう。トロンボーン関里香。いや、あの流れてるんで、あの迷惑なんで、あのちょっとあの変な感じになっちゃうんで。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいました。ちょっとこっちに。このぐらいかしら。それぐらいです。はい、というわけで本日のいらっしゃいませ関里香関です。はい、おかみの部屋へようこそ。お邪魔します。はい、いい部屋ですね。あ、本当ですか。サボテンが、ね、そう、ちょっとでもあのセキュリカの家みたいってさっきみんな言ってたけど、ね、確かに逆の方だったかな。確かにこんな風にこんな家っぽそう。なんかね、うん、柄がね、ね、今日も元気にタンクトップで。もちろんです。タンクトップだよね。タンクトップですね。タンクトップといえばセキュリカ。タンクトップ担当。そんな関さんにね、今宵もいろいろ根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今日もね、ちょっとまあ関さんといえばね、あの、うん、今日は衣装の話もねしたいなって思ってるんだけどね、うん、あのまあたわいめオルケストラの衣装担当として、そうだね、あのもう長年一緒にメイツのね衣装作ってますけれども、うん、何年前てか入ったん、たわめに入ったのは、私さっきねちゃんと考えた、うん、7年、もうすぐ丸7年ですね。はい、あで入った翌年ぐらいから一緒に作り始めたんだよね、うん、そう、翌年がアルドーレの衣装で、うん、その時はね、ちょっと手伝うだけ、うんうんうん、あのスナップボタンつけたり、はいはいはい、襟つけたり袖つけたり、うん、あとなんか端っこの始末したりとか、はいはいはい、あそう、すごいありがたかったのを覚えてる。なんかあれね、うん、スナップボタンつけるの大変なんだ。そう、なんかもう気が遠くなる。そうそうそう、しかもそれがね20着ぐらい作るからさ、一人5個つけるのでもう、うん、本当に100個スナップ、うん、でスナップボタンって表と裏があるから、そう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 、200回あの作業やらなきゃいけないのよ。1個じゃなくて2個なんですねみたいな。だからあの、うん、もうそれがすごい助かるって思ったのが、じゃあ、6年前のじゃあそうだ、ね、アルドーレの衣装ですか。そう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 、でその5年前からは、うん、もうあのパターンを引く型紙を作るっていうのをもう一任して、うん、まあ、そこからは今までずっと同じその担当はね、そうだね、デザインで型紙で縫製2人でやるっていう感じでずっとやってるけど、うんうんうん、ってことはもう5、6着ね、一緒に作り始めて、そうだね、たわやめ全体の衣装で言えば今8代目、うん、今年というかね、このコロナになる前に作ったジャングルの迷彩の衣装が8代目、うん、えらい作ったなっていう感じで、ね、うん、世にねいっぱいバンドありますけども、はい、あのまず衣装があるバンドっていうのもまあ少ないじゃないですか。そうだよね。でプラスさらにビッグバンドで衣装あるって言ったら、うん、まあ、大体男性だとスーツジャケット、そうね、タワメは、まあ、衣装作りたいって私最初思った時にね、うん、なんかこう作るとやっぱ高いじゃない。そうだよ ね、うん、ちょっとね、今うちらが作ってるようなものとかをさ、うん、やるとやっぱもう本当ね、すごいと思うね。何十万、100万以上かかるんじゃないですか多分ね、その人件費と技術費用でね、全部オーダーって考えたらね、うん、なんで、まあ、そこがもうかなり私たち2人のおかげで、ね、あのコストカットで、本当にね、いいですね、しかもめちゃくちゃ安い素材を日暮里にね探してて、そう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 、でもボタンとかも選ぶ基準がダメ、高い高い、はい、高い、あ安いこれでってなる。あと在庫がいっぱいあるから、そうそう、ボタンとかはもう基本100個ぐらいないと全員分ないからね。だからもう在庫があって安いことっていうね、うん、今日も、おかみがメイツに聞きたい5つのことを聞いていきたいと思います。まずは関さんの楽器との出会い、うん、あ、トロンボーン始めたきっかけってやつですね、うん、たまたまなんだよね、たまたま、うん、何歳、高2、17歳ですね、うん、
バンドをやってたんだよね。中3ぐらいでバンドやってみたいって始めて、同級生たちと、その時ギターやったの、本当はベースがやりたかったんだけど、ベースはもうあの子に決まってるから、あんたギター、私と一緒にギターやりなさいよみたいに言われて、もう分かったほしい。何やってたの？え、なんかブルーハーツとか、ほう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 、ジュディマリとか、おお、ほうほう、 J-POP やってた、うん、で高校に進学そのままして、そういう学校だったからみんな一緒に進学するんだけど、で、まあ、やってるんだけど、そしたら今度なんかあのなんだ、メロコア、スカコア全盛期にも入っていくわけでしょ、でコピーバンドやっててもそういう曲がだんだん増えてくる、でそういうのやりたいねみたいになって、なんかボーカルの子っていうのがいたんだけど、その子はサックスが吹けるって、で、あの感想とかイントロとかだけサックス吹いて歌うみたいな感じになりだして、でギターが私ともう一人女の子いて、でその子がギター二人いるし、私たちも持ち替えでなんか管楽器やりたいねって言われて、いいねいいね、やろうやろう、ってサックスの子がいたから、トランペットやりたいなって思って、ああ、でもそのもう一人の子が、私トランペットやるわ、だから毎回取られてるね。こうリーダーっぽい子、で、おーっつって、じゃあ私トロンボーンやるって、でトロンボーン始めました。なるほど。何も知らない。トロンボーンがどんな音かも知らない。吹奏楽じゃないんだね。吹奏楽じゃない。これタオヤメ的にはレアだね。多分みんな割と吹奏楽上がりの人。そうだね。一人だけかもしれない。てかタオヤメに限らず。その管楽器をやってる人の中で、吹奏楽じゃなかった人っていうのは結構珍しい、いないわけじゃないんだけど、吹奏楽でもジャズ犬でもない、で音大でもないっていう。高校2年でさ、トロンボーン始めようと思ってさ、誰に教えてもらってたの？なんかね、本買った。じゃあ独学で、あとなんか中学の時の音楽の先生がトロンボーンをやってたとか言って、オーケストラで、でなんかそのポジションだけ教えてもらった、ドレミファソラシドだよみたいな。へえ。あと本でみたいになって、つって。じゃ あギターはやめたの？その時。そう、そしたらでもトロンボーンが楽しくて、ギターやめちゃったね。最初は本当に持ち替えでやってたんだけど、もうトロンボーンの方が楽しいから、トロンボーンだけで。ちなみに。子供の時ピアノのやってたんですよ。やってた、やっぱやってた。さ、すごいすごい。みんなやってるんだね。多分ね、全員やってる今。すごいね。今日まで取材したみんなはやってる。この後まだね、何人かインタビューするけど、わかんない。もしいたら逆にレアだよね。やってたんで、意外、関さんはやってないかもワンチャンって思ったり。でもこれでじゃあ。もしかしたら唯一の全員の共通点が見つかるかもしれません。そう、何歳ぐらいの時に？普通に5歳ぐらいで始めて、でね、だらだらとね、そのトロンボーン始めるまでやってたの、稽古で。もうみんなに見られる稽古、始めたらだらだらみんな続けてて、で、ものに今は全然。いや全然。そうね、みんなそう。まあでもそうだよ。でもピアノ習ってる子多いよね。うちなんかそもそもその音楽うんぬんじゃなくて、習い事的に流行ってたんだと思うので、そうかも、多分ね。それでさ、関さんは東京育ち、東京生まれ東京育ち。そうね。でしょ？でもうさ、ライブハウスデビューがすごい早かったみたいな。そうだね。何歳ぐらいの？ライブハウス初めて入ったのは中2かな？中2ですってよ。もう中2はもう神社の境内で。友達とおしゃべりしてた、ずっと。それはそれでいいけど本当に、いやだから東京すごいね。それは何、見に行ったり？そう、それはそれこそその先輩のがもうライブハウスでやってたから、それを見に行って。そうだね。自分が出たのは、自分が出たのは高2。お、早いね。多分、まあでも東京にいるとみんなそうなんだね、やっぱ、いっぱいあるもんね。でさ、高校卒業したらさ、うん、関さんは専門学校に行くじゃないですか。そうなのね。服飾専門学校、それはもうか絶対行くって決めてた？もう、決めてた。うーんとねそうだね、いつだったか忘れたけど、高校の途中ぐらいからもう決めてたんじゃないかな。だからその専門学校行きたいから高校は卒業しなきゃと思って、
もうさバイトとバンドに明け暮れる日々なわけよ、高校生活が後半。おおすごい、もうね大学生みたいなねちょっともはや夜型だから、朝起きれなくて学校行けなくて、すごいやんちゃ。でその単位取れないからなんか仮進級みたいな格好がくなそうでもその専門学校に行きたいから卒業するために最後頑張っていった、ああなるほど、うん、バンタン。そうです。新宿だったその時も。恵比寿。あ変わったの、あれバンタンってもともと恵比寿か。うんうん、ね、あとね、もともとなんかいろんなとこになんかなんちゃら学部なんちゃら学部みたいにあって、ね、私が入る寸前までは中目黒だったんだよね。へえ。それはずっとそのじゃあ型紙を作るパターンの勉強したり、うん、縫製の勉強したりしたの、うんうんうん、したした。でもその後さあ、うん、大学卒業した後パターンの仕事ずっとやってた。いや最初はね就職しなかったんだよね。あそうなの。バンドできなくなると思ってアパレル入ると忙しくて、はいはいはい。で就職しなくて1年間、うん、ジョジョ園でバイトして、うん、その後ずっとジョジョ園でバイトしててもなと思って、うん、でなんかジムでもやろうかなと思って、で派遣会社に登録して、うん、で紹介してもらったのが実家の近くの不動産屋さんで、うん、でそこに入って3年ぐらいいたんだけど、うん、だからこのままいてもなと思って、うん、給料もちょっと欲しいから、うん、宅建でも取ろうかなと思って、うん、宅建取って、うん、ほう宅建取ったけど、でも不動産でバリバリ営業とかするわけでもないなと思ってやめて、でアパレルに入ったっていう。はあ、そういえば私服飾やってたなんかでそこはもうあのパターンの仕事、そこはねもうね企画と営業にしか分かれてないから、うん、で私は企画だからデザインもするしパターンも引くし生産管理もみたいな、なんかそのサンプル作ってください工場さんとやり取りしたりとかってこともするって感じ、はいはい、関さんがそのたわやめに入る前に、うん、ロンピンストンピンってバンドやってたじゃん。そう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 、でそのロンピンストンピンでなんか私は何がしかのバンドやっていて、シャララだよ、シャララ、ラ、シャララですね。ベステッドタイム見てるんですよ。そう、渋谷のベステッドタイム、うん、もうなくなっちゃったけど、はい、そこで対バンしたのが初めて関さんを見た時で、うん、10年は経ってるな。初めて見た時にさ、うん、まあ、あのスカバンドだったね、ロッピン、ロッピンスタンプ、ストンピンは。でそこにさなんかもうすごいタンクトップとすごいホットパンツでトロンボーン吹いてる人いてほぼ肌色みたいな本当だ ね、このでその人そのタンクトップにホットパンツのトロンボーンの女っていうのにもうすごいインパクトがあるからすぐ覚えるでしょ。で次にまた対バンしたんだか見に行ったんだか分かんないけどなんかイベントで会った時は真冬だったんだけど、うん、やっぱりホットパンツに上がタンクトップだったかな。そうだよね、うん、まあステージ衣装ってことだよね。でもそのあまりにインパクトが強すぎて、うんすぐ覚えた記憶がある、うん、そうなんかそのロンピンストンピンってインストバンドだったんだけど、うん、管楽器は4人いて それまでこう自分が真ん中に前に誰もいないってことがなかったんだよね、うんうん、でドキドキしちゃって、あボーカルのねこうフロントマンみたいなのがいないからね、誰もいないって自分がフロントマンになる。そう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 、うん、あのドキドキしてどうしていいか分かんないから元気なキャラで行くしかないと思って、うんタンクトップにタンパン。いやいやもうそれはでもねすごい鮮烈だったよ。もうなんかそうなんだね、うん、ホット特にホットパンツがなんつうかでもさすごいよく似合ってたのよでそこからたわやめに入ったのが何年ぐらい前だ、うん、それが7年前だから。あそうか、そうか、出会ってからはまあ5年とかは経ってたの。そうだよね、だからそのホットパンツ認識からもう4、5年経った後に、うん、トロンボーンまた募集たわやめに欠員が出て探さなきゃって言った時に、うん、関さんが来てくれて、うん、最初お手伝いしてくれて、うんうんうん、で、あれだよねずくなしのソウルブックのイベントの時にたわやめに入らないってね声かけて入ったんだよね。そう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 、懐かしいな。懐かしいよね。じゃあまあ本当にでもそのずっとトロンボーンは続けてたんだね。自分がいろんなこと その職業も変わりながらもそう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 、なんとなく、まあ、細々と
の期間がすごい長かったけどね、たおやめに入るまでは。どうだった、たおやめに入ってなんかまた全然違う世界でしょ。いや必死、必死。まあ難しいもんね。難しかった、そのだから楽譜は一応そのピアノ習ってたから、うん、ドレミはわかるよ、うん、でトロンボーン平音記号のことが多いんだけど、うん、ピアノやってたから平音記号もわかる、うん、でもやっぱ読むのに時間かかるんだよね、うん、で読めたからとって吹けるわけでもないから、うん、そうだね、だからねそのイントロの4小節のリフに1時間譜読みに1時間、うんうんうん、練習に1時間みたいな感じだった、うんうん、あそっか、たおやめの譜面って結構もう難しく、うん、難しい譜面ばっかりだから大変だっただろうなと思って、うんうん、ではね、あの、うん、次は、はい、自分史に残る一曲というのを、それね、はい、みんなが難しいと難題、うん、私ね、あの音楽楽器をやる原風景みたいなのって何かなって思った時に、大きな古時計って曲あるじゃん、うん、あれをその子供の時ピアノ始めた時になんか父が「これ弾けるか?」みたいな感じで右手でその大きな古時計のメロディーを何て言うんだろう、その耳の記憶で弾いてみるみたいなことを教えてくれたことがあって、なんかやってんの音楽、お父さん。だからね、好きなの音楽、最近バイオリンやってる、あ始めた最近、ギター、多分そのそれこそ親の世代ってなんかそのギターがクラシックギターがなんか流行ったの、うんうん、クラシックギター、うん、禁じられた遊び世代か、そうだね、うちのお父さんも思ってた、うん、そうそうそう、多分それだな、ポン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 で、なんかそれでなんかあ楽器って楽しいなって思って、その楽譜を見ないでもできるみたいなのを、うん、なんかその感覚を今でも覚えてて、うん、そうそうそう、音楽の喜びを知ったみたいな、そうそうそう、なんか一曲って言われたらそれになっちゃ うけど、やっぱりでもあれですよね、スカタライズかな、あ青春の一曲的なね、そうですね、うん、初めてトロンボーンってどんな音って思って、それはやっぱそのスカのバンドに触れることが多かったから自然となんかね、その時いろいろ教えてくれた先輩がトロンボーンが入ってる音源を何種類か教えてくれて、うん、でそのうちの一つがスカタライズ、スカタライズ、ミュートビート、あとジャズの板井博さんという日本の人かな、うん、あとツートーンか、うん、を教えてくれて、うん、ですごい偏りのその中でスカタライズ、そうだね、かっこいいってなって、かっこいいよね、うん、でもそのスカコアとかも全然聞かなくなっちゃって、ずっとスカタライズとか、うん、ばかり聞いてたかな、それうんうんうん、ほんとたまたまだけどね、私もそこ共通でスカタライズすごいよく聞いてて、うんうん、あの2人でやってるあの仲良し割烹って、まあ、今お休みしてるけど、うんうんうん、月一でねバー営業やってる時もあのスカタライズ流れてるよね、いつもね、うんうん、音楽の知識ないとか人だとトロンボーンのこと認識してない人って意外と結構いるよね、いや、いっぱいいるやっぱサックスとかはさ、よくテレビとか映画にも出て、こう見た目とかもみんな知ってる、うん、トランペットもまあみんな親しみがあるけど、うん、トロンボーンみたいな、そうそうそう、うん、トロンボーンってこういうやつトロンボーンそうそうそう、いやこういうやつですかでも分かる、谷系のやつですとか言われたり、古いねとか言われたりとかして、はいはいはい、はい、それで分かるか分かんないかかな、でも谷系って言って分かんなかったらもう、そうだね、谷系で分かんなかったらもう分かんないよね、多分それ以上に認知されてるアーティストって日本ではいないもんね、多分ね、そうですね、ではですね、お次は、まあ、関さんの楽器の魅力を教えてもらいたい、うんうん、トロンボーンのいいところはね、うん、なんといっても手入れが楽、お作りがシンプルなんでね、そこが素敵だよね、なるほど、うん、確かにね、あのボタンもないし、そうただの棒だけっていうかね、棒をこうねスライドさせるっていうね、確かにね、でも丸洗いもできるし、丸洗い、そっか、うん、確かに一番シンプルだよね、シンプル、うん、原始的、うん、サックスとは対極だよね、やっぱさ、その、うん、本当はさ、うん、なんだっけ、トランペットやりたかったでしょ、うん、でも
よかったトロンボーンで。トロンボーンじゃなかったら多分もうやってないんじゃないかな。トロンボーンはなんとなく音色とかもすごい好きだし、うん、やってみたらね、うん、性に合ってるかなっていう気もするかな。トロンボーンって感じだもんねまあもうみんなそうなんだけど、うん、なんかまあなんかそのトロンボーンという楽器がそういう性格にさせていってる、ね、よくするよね。そうそうそう、絶対あると思うんだけど、どっちが先かみたいな、ね、うん、なんかその自分のキャラが先なのか、うんうんうん、楽器にそうさせられてるのかっていうのよく私飲み会でも話すけどまあなんかね少なから両方あると思うんだけど、うん、ね、そうだね。でもトロンボーンってさ、そのタワメのチームもそうだけどみんなすごく結束力があって、ね、うんうん、強くて仲いいし、すごい練習熱心なイメージ。そうだね、やっぱこうなんだろう、ハモリ大事みたいなセクションだから結構、うんうん、だからその調和、キャラクターの調和みたいなのも大事だし、うんうん、練習で調和っていうのも大事だし、うんうん、まあ、タワヤメのトロンボーンセクションに関してはそのメンバーがずっと固まらなかったから、うん、小雪ちゃんがねやっと入ってくれた。本当よかったね、本当本当に。そう、私入ってすぐすずちゃんいなくなっちゃって、うん、それから小雪ちゃんが入ってくれるまで、いやずっとその言ってみればリードの材、うん、口説き落としたって感じあるもんね。何年もかけて別に本人も嫌がってたわけじゃないんだけど、まあなんかそうね、いろいろこうそのバランスがあってってことだったんだけど、まあでも何年も経ったからこそ入ってもらえたんだけどね。そうだね、まあでも今本当に結束力、トロンボーンチーム見ててもなんか結束力あっていいなって思うしね。あとさ、楽器買ったじゃん。あれはなんで買ったの？あれはそれこそだからその今のタオヤメのトロンボーンセクションに、うん、なんか自分の音がマッチしてないというか、音がこう変に目立っちゃってたっていうか、それが、まあ、その当時使ってた楽器がまあ結局そういう楽器だった。あははは、うん、それはずっとその、高2からずっと使ってた、うんうん、高2の時はねヤマハのスチューデントモデル、一番安いやつを買って、うんうんうん、当時7万円ぐらいかな、うん、服飾の専門学校出てからちょっとちゃんと習いに行ってみたいなと思って、うん、ジャズの先生のとこに行ったら、もうちょっとちゃんとした楽器買ってもいいと思うみたいなこと言ってもらって、うんうんうん、それで2本目がキングの赤ベルかな、うん、その後また買った。そう、その後、ヤマハのなんか古い70年代ぐらいのやつにしたのかな。お、ヴィンテージ的な。そう、でもね、なんかデッドストックみたいな感じで、トロンボーンってそんなに、そうそうそう、多分ほぼそう、一応中古で売ってたけど、うん、ダメージが全然なく見えたから、うん、トロンボーンってあんまヴィンテージってないよね。そうそうそう、うん、劣化しちゃうから、そのいぶし銀のみたいなサックスみたいなそういうのがあんまりないみたいで、あ、じゃあやっぱ消耗品的なね、うんうんうん、そうそうそう、でそう、それを使ってたんだけど、やっぱりそれも赤ベルだったんだよね、うん、で赤ベルって結構その音色がパンって立つというか、赤いの、銅が混じってるベルのところに、ほうほうほう、だから本当になんだろうな、黄色、イエローグラス、うん、とは違くてちょっとオレンジっぽい、うん、赤みがかった色してる。なるほど。そう、それで、でまあ、音が目立っちゃってたっていうのはまあ当たり前ですねみたいになって、うん、でじゃあそうじゃないの買いましょうみたいな感じで結構いろいろ探してで買いましたね、うん、それが今のだ。それじゃあ何本目だ、4本目そうだね。次はですね、メイツに聞きたいおかみへの質問はありますか、うん、最近食べた美味しかったものは何ですか。まあ、なんかジュースです。へえ、はい、あのね、コロナになってから、うん、ジュースをもともと全然飲まなかったけど、ジュース飲むようになったの、うん、でジュースって美味しい。あ、飲みます？ジュース。あんま飲まない。ジュースって意外と美味しくて、ジュースというものの魅力に、そうそう、水とお茶とコーヒーしか、わかる、で、あと酒でしょ、お酒、うん、なんだけど、ジュースってすごい美味しくって、うん、ぜひ今度飲んでみてください。わかりました。ぜひよかったら皆さんもジュース飲んでみてください。はい、ではですね、最後に、はい、関さんに聞きたい
タオヤメオルケストラはどんな存在ですか？大切な居場所です。お、はい、居場所というのは、うん、その、ま、単純に何だろうな、自分のアイデンティティのある場所みたいな感じが最近はすごい強くなってるかな。なんかその、ま、コロナもあったし、去年1年で結構いろんなことが激変したんですよ、うん、生活とか仕事も新しいこと始めたりとかして、でそこでも変わらずあるのがもうほぼタオヤメだけみたいな、あの両親とタオヤメだけは変わらないすごいね。そのぐらいだから、うん、なんかいろんなことが変わりすぎて、ちょっと自分どんなだったかなみたいになりそうになっても、なんかタオヤメとなんかみんなが言うと、うん、私そう大丈夫かみたいな、なんかちょっとなってる今、うん、今日もまさにここに来て、この部屋に来てね、うん、それをなんかね実感してます。じゃあまあそんなね関さんの居場所であるタオヤメもですね、まあ、あのこれからまたライブがちょこちょこ復活できていくといいんですけどね。できるといいね、まあ、関さんのホットパンツはもう履かない。ホットパンツはね、短パンはね、だからその電車乗らなくてチャリ乗るようになったから、はは去年の夏は結構短パンを履いてた。でもあの結構短いのはというわけで、じゃあまあもうホットパンツは見れないけれども、タンクトップの関里香に今後も要注目ということで、はい、本日のお客様はトロンボーン関里香でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いい夢見ろよ。いい夢見ろよ。はい。